皆さんこんにちは、堀川みくむチャンネルです。今日はですね、袖ヶ浦カンツリークラブ袖ヶ浦コースにてブリヂストンオープン3日目なんですが、残念ながら2日間で予選落ちてしまいましたので、今日はコースにて練習しようと思います。日没まで練習して YouTube の撮影して爪痕を残したいと思います。今日は日没まで練習しようと思います。今日は、レッスンです。何のレッスンかと言いますと、アプローチの練習をしていこうと思います。アプローチユーティリティのアプローチ、はい、僕が昔アマチュア時代にオーストラリアでロイヤルメルボルンっていうコースで試合をした時に、今まででね、人生でね、一番グリーンが硬かった。もうね、ピッチングウェッジ、ヘアウェイから打っても身長以上、ピン以上に跳ねてボールがもうコンコンコンって、とにかくグリーンが硬かったの。でその時に一番驚いたのが、やっぱりオーストラリアの選手、グリーン周りなんなら50ヤード以内からウェッジみんな使わなかった。もう一番びっくりしたの、60ヤード70ヤードから7番アイアンとかで転がすの、うん、で彼らはグリーン周りをほとんどロングアイアンとかユーティリティとかで転がしてるのを見て、これすごいなって。まあでも日本でも正直、まあ、グリーンがそんなに硬くなることもなくて、グリーン周りに芝が刈り込まれてるところがあんまりないんですけど、ユーティリティとかでやっぱみんな使うのちょっとさ抵抗あるじゃん、うん、でもかなりユーティリティって意外と使えるんで、正直グリーン周りって、まあというかゴルフって何のクラブ使ってもいいんで、まあその状況に応じた一番いいクラブをチョイスすればいいもので、アプローチでやるのも難しいし、パターでやるのも難しいって時に使える、まあ状況とコツがあるんで紹介していこうと思います。はい、お願いします。まあ12、3ヤード、まあ今日はちょっとこういう状況しか今ないんで、まあ、ここをチョイスしてますけど、例えば、まあ、アプローチが若干苦手な方、はい、でもやっぱりパターでやるにもちょっとグリーンに乗るまでの距離があって、うん、やっぱり結構食われてしまう、はい、あと、グリーンに乗るまでが結構逆目が多い、長い時やっぱり逆目ってちょっと嫌じゃん、うん、でみんなパターで打ちたい、でもパターで打つとガサガサガサってね、グリーンに乗るまでに、まあ、だいぶ食われてしまう、はい、で実際ちょっとパターで打ってみます。パターで実際にあのカップに打とうとした時に、まあ、強さで言ったらこれくらい打っても、今結構パチンって打っても全然食われちゃう。もうずっとここまで4ヤードぐらいが逆目なんで、どうしても食われてしまう。でアプローチで打とうとしたらやっぱりザクっていってしまう、まあ、そんな時にユーティリティはすごく便利なので、ちょっとやっていこうと思います、はい、ユーティリティのね、グリーン周りのアプローチ、はい、片山慎吾さんとか抜群にうまいね。あとパターもう なんだろうな、もう全部ね、グリーンに乗るまでのこのバウンドもすごく計算できるユーティリティって、はい、やっぱりパターってさ、打った瞬間から転がり始めるじゃん、はい、だからこの4ヤード5ヤードぐらいがずっと転がってるから、ずっと常に逆目に当たってやっぱり減速しやすい。でもユーティリティって打った瞬間が少しポンって浮くから、まあ、この逆目に対してもポンポンポンってうまくその逆目をちょっと乗り越えてくれて、グリーンまで到達してあとは転がってくれる、まあ、大事なのは3つかな、はい、まあ、まずパッティングみたいに打つということ。ユーティリティだからといって、多分飛ばないからといって強めに強振してしまったら、これ結構意外と飛ぶんで、あー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 ってなっちゃうと、これ完全に、まあ、やったことない不慣れな人だよね、はいはい、ユーティリティって意外と距離感は本当にパターと同じぐらいで、はい、パターと同じぐらいで、なんならアドレスもあんまりハンドファーストとかにしてカツって打たなくていいの。ハンドファーストにしてカツって打っちゃったら、これ結局最初から転がり始めちゃうから、はい、まあ、パターと変わんないよね、うん、ユーティリティで大切なのって、まあ、普通に、まあ、パターのように構えてもいい、まあ、少しハンドファーストというか、少しちょっとアプローチのようにしてもいいけど、なるべく打ち込まないで打つってこと、はい、打ち込んで打ってしまうとやっぱりファースト最初から転がり始めるから、少し球の、まあ、低いところから最下点を球になるように、うん、球だけをポーンって打ってあげる、打った瞬間に球をちゃんと浮かしてあげる、まずパターみたいな距離感で打つということ、はい、ユーティリティだからといって強めに打つんじゃなくて、パターと同じ距離感で打つ、はいはい、でもう一つが低いところからクラブを入れて、しっかりファーストバウンドをポーンってちょっと上げてあげる感じ、はい、もう
球をちょっと拾ってあげる感じ、打ち込む感じじゃない。そうするとすごい距離感が合いやすい、うん、帯まで行っちゃったよ。結構慣れてない人ってユーティリティとか持つけどさ、まあ、ちょっとなんか雰囲気出して持とうとするけどさ、やっぱりカップビョーンって行っちゃうとさ、あのさあんまやったことないんだなと思って持つのは簡単だけど。でもう一つすごい大事なことがあって、これはねあんまりみんな知らないと思うんだけど、ユーティリティの芯で打つんじゃないんだよね。芯より先っぽで打つの。ちょっとこの辺、ちょっとこの辺先っぽ、芯で打つんじゃなくて、芯で打つと結構ヒールに当たりがちになるから、ヒールに当たると球って結構飛ばなくなっちゃうんだよね。変なスピンが入っちゃうんで、ちょっと先っぽ、ちょっと先っぽめで打つような感じ。先っぽめで打ち込むんじゃなくて、ちょっと球をポンってちょっとドライブかけてあげる感じ。まあだからドライブっていうのはちょっと難しいかもしれないけど、アプローチのように構えるけど、あんまりダウンブローに打たない、うん、で芝を素振りでまず芝をさっさってちょっとするぐらい、うん、でこの振り子はパターと同じぐらい、はい、であとはちょっと先っぽめ、まあそうするとここの逆目に対して、さっきパターでパチーンって打ったけど、まあザザザザザって、それが少し軽減される、少しスムーズに登ってくれるね。ちょっとじゃあカメラさ下から撮ってみてさ、もう低いキワキワのところからさ、この辺からさ、球がどういう動きをしてるか、もっともっとこの辺から取れる、低いところから。パターだとどうしても、パターだともう食われちゃうよね。でユーティリティだとちょっと先っぽに構える、ちょっと球がさポンポンポンって跳ねてくれてる感じ。これがもう本当にこういう状況、エッジからボールまでが少し距離があって逆目、アプローチで打つのはちょっとなんかミスしそう、チャクってなりそう。パターにするにはちょっと減速してしまう、勢いがなくなってしまうんで、まあ、そういう時にユーティリティっていうのはすごくいいです。グリーンが砲台のところとかもすごく使える、まあ、実際今砲台のところはないけど、ちょっと砲台で上がってる時にユーティリティでポーンってやるとポン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 って登ってくれて、はい、すごく優しくなるんで、ぜひやってみてください、はい、グリーン周りのアプローチだけどユーティリティ、ユーティリティ入ってない人は、ユーティリティ入ってない人はこれね、正直アイアンでやるっていうのはちょっと難しいんだよね、うん、またユーティリティってこのさ分厚さがさ、球をポーンって優しく押してくれるんだけど、うん、アイアンでやっぱりちょっと先っぽで打ってしまうと、やっぱりアイアンってさ当たり負ける時あるんだよね、だから少しアイアンはあんまりおすすめしない、うん、でもしじゃあ迷うんであればスプーンとか5番ウッドの方がいい、ロングアイアンでやるっていうぐらいだったらまだこういう5番ウッドとかの方が、うん、5番ウッドで長さはもちろん長く握らない、うん、アプローチのように短く握って、はい、で本当にパター感覚で、これもちょっと先っぽめね、どうよどうよ。まあこれ見てたらさ簡単そうでしょ、簡単そう、うん、はい、だって今パターのようにクラブをこれしかやってないの、はい、これでポンポンポンって、これをやっぱりウエッジ持ってポンとかやったら何が起こるか分かんないんで、はい、ぜひ試してみてください、はい、ありがとうございました。これなら自分でもできると思った方、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。お願いします。パターのグリップの握り方やっていこうと思います。まあ、パターのグリップの握り方なんて正直、まあ、10人といろで、まあ、結論から言うと握りやすければ一番いいんだけど、握りやすければっていうか、まあ、感覚が出ればもう OK。 いや伸びないやつです。え？なんで？
伸びるだろ絶対。だっていやでもアマチュアだってアマチュアの方結構さこういうのとか多分簡単じゃないでしょ多分。それこそ例えばじゃあこれが今ちょっと左足下がりになりました、はい、むずくない？だってアマチュアの方それこそ構えてこういうこういうのありそうじゃん、はい、ね、でこれを左足下がりだからといってではプロでも難しいよ左ちょっと今左足下がってるのこう、はい、といってファーストバウンドウエッジで打とうとしたら多分ファーストバウンドがもうポンと上に跳ねて跳ね方も難しいし、うん、クッションも難しい。ふわっと打つと逆目で、まあ、ザフってなってしまう。パターだと食われすぎてしまう。そんな時、そんな時ユーティリティとかヘアウェイウッドでポンポンポンって打つと、簡単に逆目を乗り越えられて距離感が合います。これ伸びないの？これ伸びない。じゃあお蔵入りまあね、皆さんアプローチはあんま興味ないみたいな。そうなの？いやいや、アプローチを制するものは全てを制するからね。ファットイズマネーとも言いますけど、最近はやっぱゴルフの貢献度で一番大事なのってアプローチって言いますからね。これはゴルフデータ革命でも、まあプロとかの場合ね、うん、やっぱアプローチ上手な人がやっぱ上に行ってる、ね、タイガーウッズのね何年のデータもありましたけど、これはね状況がむずいですね。まあ簡単にでもできると思うけどね。正直ラフはダメだよ。状況を簡潔に説明しますと、まず花道とかボールからグリーンに乗るまでがちょっと長いところ、はい、で芝生が、まあ、一応ヘアウェイまでだね。ヘアウェイぐらいまで刈り込まれてる、まあ、均一に転がるようなところ、はい、これが間にラフが入ったりとかしてるのは絶対ダメ、うん、で、まあ、グリーンカップの位置は例えばエッジから近くてもいいしエッジから離れてても、まあ、どちらでもいい。でそうなった、まあ、であとは逆目、はい、まあ、正直順目は今よりなおさら食われずに転がるからね、うん、で順目の場合だと正直、まあ、パターでもいいってなっちゃうんだよね。だから逆目の時だったらパターはまあガサガサっといってアマチュアの方って多分さ、まあ、考える順番としてグリーン周り外しました、まずアプローチでも考えるけど、あアプローチ難しそうだなって思うじゃん、はい、じゃあパターでやろうっていう考えになるじゃん、はい、ってなった時にパターでもちょっと難しそうだなって思ったらちょっとユーティリティを考えてみた方がいいと思う、はい、うん、5番ウッド、そうそうそう、はい、そうすると難易度で言ったらアプローチはやっぱり難しいけど次にパターンなんじゃ、でパターより優しいのはユーティリティになるからそう意外とこれは、まあ、やらなきゃ距離感は出ないけど、はい、やったらすごい簡単なの、はい、難易度は一気にこの状況によって簡単になるから、はい、ぜひやってみてください。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。アプローチが得意な人はもう全然アプローチやっちゃっていいこういうことですよ。あれ以上にはよるもんね。あれ以上によるから最低でも やっぱり 逆、うん、でさどうしてもやっぱ逆目となるとさ今みたいにさボフってことあるじゃん、はい、ってなると嫌だとアプローチだとちょっとやっぱ右足に置いて、はい、ハンドファーストにカツって打とうとするとちょっと球強くなってオーバーとかもしちゃうから若干オーバーしやすい、うん、今俺やったのユーティリティでこれだけだよ簡単でしょ。そうです ね、はい、ありがとうございました。